薩摩藩英国留学生記念館、松木博康薩摩藩遣い英施設団は、幕末期に薩摩藩がイギリスに派遣した施設団。3名の視察係と15名の留学生に通訳1名の計19人で1865年に渡英した。薩摩藩は、新色ヒサしを治む、5代、ともあず、松木博康の3人からなる外交施設団を町田ひさなり、 森アリノリら15名の留学生と共にイギリスに派遣した。施設は現時2年3月22日、薩摩国区式の端間から出港した。松木はローレンス・オリファントを通じてイギリス外相のラッセル・ハクに夕飯連合政権受立の構想を解き、その対日外交に影響を与えたと言われる。ロンドンでは当時はまだ旧敵同士であった長州藩の 長州五傑と遭遇している。施設団は、フランスプロイセンオランダベルギー各国を歴訪、視察した。ロンドンにおいて、ベルギー貴族のシャルルド・モンブラン伯爵から貿易商社設立の話を持ちかけられ、ブリュッセルにおいて、薩摩藩とモンブランの商社設立契約を結んだ。さらに、1867年のパリ、万国博覧会参加を協議して、翌慶応2年に帰国した。 また、留学生のうち、モリラ6名は、オリファントの紹介で、1867年7月に、アメリカに渡っている。放映したメンバーは、薩摩藩海聖書のものを中心とする以下の19名で、ある。若き薩摩の群像かごしま中央駅には彫刻家の中村信也による、若き薩摩の群像のモニュメントがある。1982年に、 鹿児島市が50万都市達成を記念して混流した。当初は19人中17人の像のみであったが、2020年に、薩摩藩出身でなく像がなかった、堀高幸と高宮市の像が追加されることになった。薩摩藩英国留学生の歴史。薩摩藩英国留学生記念館。2020年5月24日閲覧。ABC。 若き薩摩の群像に追加、堀高幸、高宮市の原型完成果を島市、し、南日本新聞、2020年5月24日閲覧、ありがとうございます。